はい、皆さんこんばんは、あいにくの雨模様の中、お越しいただきまして誠にありがとうございます。ただいまご紹介に上がりました、画家の田中太郎でございます。この大和心という題名はですね、江戸の国学者本居宣長が36年の歳月をかけて古事記原文を翻訳し、その証として、古事記を大和心、ピュアジャパンということですね。仏教が伝来する以前の日本の文化思想が現れているということで大和心というふうに名付けたわけであります。西暦712年に書かれた日本の最も古い歴史書古事記の物語をこのように紙芝居のように皆さんにご紹介するわけですが、今回は天地創造からスサノオノミコトが出雲の国に落ち着かれるまでの神々の物語を第一章としてお話しさせていただきたいと思います。さてこの絵はですね、かつての日本画壇の重鎮小杉宝庵画伯が昭和16年にお描きになったデッサン画を私が油絵で模写したものです。昔々大宇宙ができた頃、天よりも高い場所高間の原に最初の神、雨の水中主の神が現れました。そしてやがて四つ柱の神々が次々に現れました。そして天と地を作られました。神様のことは柱で数えるんですね。このここまでの五柱の偉大な天の神々を特別な神こと天地神というのであります。そして最後に現れたのが男神イザナギの御事、そして女神イザナミの御事でありました。イザナギとイザナミはこと天地神から国を作るよう命ぜられ、神聖な槍雨の沼子を授かりました。イザナミは天と地を結ぶ橋雨の浮き橋を指さし、あそこへ二人で降りて国を作りましょうとイザナギを誘ったのであります。さてイザナギは雨の浮き橋に立ち、欄干に足をかけ、雨の沼子で混沌とした海をコーロコーロとかき混ぜました。イザナギとイザナミは小野室島に御殿をお作りになり、次に国を生むことにしました。そしてイザナミは最後に火の神かぐづちをお生みになりました。しかしその際大やけどを負ってしまい、命を落とされてしまいます。妻イザナミの死を悲しんだイザナギはその怒りのあまり天に昇ろうとするカグヅチを戸塚の剣で殺してしまいます。カグヅチの亡骸からは宝山や粘土など多くの神々が生まれ、地上に富のもとをもたらしました。こうして八百万の神が誕生しました。夫であるイザナギの御事はもう一度妻に会いたいと黄泉の国へ行きます。そして洞窟の途中で夫婦は再会します。さあ一緒に帰ろうとイザナギは言います。しかしイザナギはすでに黄泉の国の食べ物を口にしてしまったので地上界に戻ることはできません。神聖な櫛に火をつけ鏡火にして御殿をそっと覗きました。するとなんとそこにいたのはフランスタ姿のイザナギでありました。イザナギは妻へ別れを言い渡した。怒ったイザナギは、私はこれからあなたの国の人間を一日に千人殺しましょうと言いました。するとイザナギは、それならば私は一日に1500の命を誕生させると返し、四物平坂を大岩で塞いでしまいました。こうして生と死の世界は
完全に断絶されたのであります。黄泉の国から生還したイザナギの御事は禊をするためにつくしの国の姫家の河原へやってきました。太陽神であるアマテラスは皇祖神、つまり皇室の祖である神様で、日本の最も尊い神様であります。話は変わりますが、昨年末私はテレビでサザエさんを見ておりました。その回はお天道様というお話でありました。カツオとワカメがタラちゃんに内緒で冷蔵庫のお菓子を食べてしまいますが、結局バレてしまい、お母さんにお天道様はちゃんと見ているのですよと諭されます。お天道 様って何と聞くカツオに、お日様のことですよと船さんは答えます。でもお部屋の中はお天道様には見えないんじゃないのとカツオは言います。すると船さんは、いえいえ、お天道様はカツオの心の中にいるのですよと諭したのですね。言うまでもなく、お天道様というのはアマテラス大御神のことです。平成の世になってお天道様のお話が生きていることを私は大変嬉しく思いました。さて、地上界を追放されたスサノオは姉のアマテラスに会いに行きます。高間の原でのスサノオの止まらない悪行三昧に嘆き悲しみ、恐れを抱いたアマテラスは天の岩宿に入り、高間の原の神々の聖書を振り切り、自らも涙をこぼしながら重い石の扉を閉めてしまいます。アマテラスが天の岩宿におかかりになり、暗黒の世になりました。そして悪霊魔物が跋扈し、あらゆる災いが起こりました。神楽が始まると、いよいよ雨のうずめの御事があの世に現れました。衣の前をはだけ踊り出した。踊りが激しくなるにつれて、神々は歓喜し、大声で囃し立てました。その瞬間、雨の立ち殻が岩戸をガーッと引き、アマテラスの手を掴んで外へ引き出しました。さて、こうして天地に夜明けが訪れ、悪霊魔物どもは天と地の渦に巻き込まれていきました。そしてこの世に平穏が戻りました。災いをもたらしたスサノオは神々に捕らえられるのを逃げ回り、最終的に捕まり、ボコボコにされて高間の原を追放になったのであります。今神社の入り口にあるあの門ですね、鳥居、これはこの時の 鳥たちが泊まれるようにと作ったという説があります。だから鳥居というそうですね。高間の原を追放されたスサノオはしばらく天上界をさまよいました。その姿は傷だらけで、食べ物を与えてくれるものもいず、あの映画復活の日の草刈正雄のような姿になってしまいました。おい、そこの女、食べ物を恵んではくれないか。女とは失礼な、私は食料の神、王月姫なるぞと言いました。え、王月姫、そのままではないかと笑うスサノオ。お、もしやそなたは大御神様の昭和の弟君だな。では大御神様に免じて願いを叶えてやろう。さっさとついてまいれ。大月姫のお尻の後について坂道を必死に歩くスサノオ。いや、それにしても大ケツとはそのケツでは葉月ルーペもひとたまりもないであろうな。久々に笑って元気が出てきたわい。すると今度は着物を隠し上げ、しゃがみ込んで大きなお尻から何やら材料を取り出し、まな板の上に乗せて料理し始めました。腹の減ったスサノオの怒りは収まらず、あろうことか大ケツ姫を切り殺してしまいます。スサノオは我に返り、大ケツ姫の亡骸を見て、俺は何ということをしたのだ、すまぬ王傑、俺は二度と乱暴は働かぬと涙をこぼし、深々と頭を下げたのであります。王傑姫を殺めたことで悔い改めたスサノオは高間の原を離れ、地上界に降り立ちます。
私どもには8人の娘がいたのですが、毎年8つの頭と尾を持つ山のような大蛇、ヤマタノオロチがやってきて一人ずつ食べられてしまうのです。そしてこのクシナダは最後の娘です。しかしそろそろオロチがやってくる時期なのであります。私はアマテラス大御神の弟スサノオである。そのオロチやらを退治したらそなたの娘を私にくれぬかと申されました。ほどなく酒の匂いに誘われてオロチがその姿を見せた。そして酒をガブッガブッと飲み始めました。その味を占めたオロチは8つの頭を酒樽に突っ込みながらガブガブ飲み始めました。この合いを見てスサノオは剣を抜き8つの頭を次々に切り落としました。スサノオは出雲の国の菅、現在の島根県雲南市 大東町菅にクシナダ姫と暮らすための宮殿を建てられました。そしてスサノオはこの地から雲が立ち上がるのを見て日本最初の和歌をお読みになりました。八雲立つ出雲八重垣妻ごみに八重垣作るその八重垣を、たくさんの雲が湧き起こるこの出雲の地に妻と暮らすために私はたくさんの垣根を作る。八雲立つ出雲八重垣妻ごみに八重垣作るその八重垣を、こうしてスサノオとクシナダは出雲の国で子を設け、争いや災いのない生活を送りました。何せ6代前のじい様の娘を嫁とした大国主。この謎のパラレルストーリーは次回のお楽しみというところで、古事記神々の時代編、これにて完結いたします。神々の物語だけに神々で誠に申し訳ございませんでした。ご清聴ありがとうございました。